はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。頂上決戦ね、今回は選択チャレンジやっていきます。ではボタンを押しました。選チャレね、ぼちぼち5周年イベントもね始まりだしたところで、新キャラハインが実装されてますね。かすみマリーか、センチャレなんでかすみかな。ハインは未だに出たことないけど、まあ、未だにというか今日一発目なんですけどね、ハイン昨日実装されたんで、なんで出たらもちろんね取っていきたい。UR1 体クーラー取りました。暴走よりか、暴走取るがあるね。 UR はこっち K ダッシュか。暴走ね、嫌やな。怒りダウンされたら嫌なキャラばっかやな。カメ、トラ、クマ。どうしよう。カメ、ヘビ、トラ、クマか。ヘビがビップしかいないから、ちょっと微妙やんね、これは。ビップやめます。こういっとこ。いや、これも微妙やな。まあ、いいか。これでいこう。暴走がとにかく嫌なんですよね。暴走スキル出ると、出てるか。これでもうめちゃめちゃ不利なんでね。やっぱり暴走よりがちょっと頂上ではね、UR の中では頭一つ抜けてるよね。さあ、クーラー。今のクーラーのスキル、回復率ダウンあったよね。暴走使ってきた。いやー、かすみがこれ何もしないんでやられる。かすみどころか、キングもやな。これは、クラーク一発ぶつけるか。全滅狙おうかな。ウィップもありやな。ウィップありっすね。ウィップ行こう、先に。ウィップ暴走にぶつけます。これで暴走のダメージ取っとこう。全滅っぽくいこう。オルクリゲージ溜まってますね。これウィップの後ろに、クーラー置いたらよかった。使ってきたら全滅狙えるんじゃないの。使ってきたら大チャンス。うおー、ウィップがこれクラークで全滅取ったでしょ。多分全滅取ったけど、もう復活されたら知らんすね。これ全滅は多分取れます。先にクラーク、クーラーって打って、これ全滅は取れるんですが、知らんよ、復活したら。ちゃん後半ね。あい、来たー。はい。このね、ほんま復活の、復活の選択される弱さっすよね。 50% なんですけどね。 50%、 いやもう少しか、 55% ぐらいかな。これはもう負けや。おまけっすね。クリスも出されたし。あ、今の先クリス打った方が嫌やったな。全滅は免れたか、なんとか。ギガンティック、クラーク。めっちゃ減る。なんとか全滅は免れましたね。ただ、やばいのには変わりない。マキシマ、K ダッシュ。あと1体か。クーラー生きるかな、前に出して。マキシマ一体出しにしましょう。これで、マキシマはここ耐えるでしょ。マキシマやっぱ HP 切ってから必殺打ちたいんで、こういきましたけど。で、もう一体キャラいるからね。クーラーがもう一回打てたら強いんやけどな。クーラー。うわー、めまいしたよ。これ、クーラー。どうしようかな。クーラー耐えるかな。微妙か。こういっとこ。クーラー耐えたらいいんですけどね、ここ。お、ゲージ溜まった。ゲージ溜まった。マキシマ耐えてくれ。マキシマ耐えるでしょ、この HP やったら。これで、全滅も狙えるよ。クーラー使えるしね、次。さあ、どう出すか。お、非常に考えてますね、この作戦に。ここはマキシマ耐えるでしょう。目はやめて。よし、これでも行くしかない。K ダッシュね。行くそうやね。K ダッシュ後ろにして行くしかない。マキシマ前で行くかも。いや、2体前だそう。これで行きます。先に、マキシマ。で、クーラー使って、イオリ叩いとこか。ほんで、ルガール倒します。ルガールは倒す。
倒せるでしょ。嘘、なんで倒されへんの。マジ今の倒せんか。うわギガンティック。あでも K ダッシュめっちゃゲージ溜まったな。チャンスはあるね。ガード、クーラーガードしてくれ。ガードガード、よし。あーチャンスないか。クーラー、うわー、うわーやられた。最悪や最悪や。 K ダッシュ必殺打てるんですけど、もう一回このままいって、次で、もうクリティカルダナミで行くしかない。マキシマもう一回ゲージ溜まったらワンチャンあるかな。次10ターン溜まれ。うわーなんでめまいやねんって、もう最悪や。なんでここめまいするかな。うわーマキシマ溜まってたらあったやん。マキシマ溜まってたら勝ってたわ。マジか。うわ最悪や、もうマキシマ溜まってたら勝ってた、さっきの。ああうわぁ、最後めまい痛いな、ほんまに、ルガール。もう一回行きましょう。ラルフ、ワイス、ラルフとっとこう。ユール、アマラさん、クラーク。いいね、傭兵来たよ。これはオロチか。ラルフ、クラーク、オロチ、サイキ来た。オメガとサイキはすごい差がある。空手っすね。ネスツ教。空手ネスツ教、オメガルガールね。クマ。ネスちゃう。ナコルルはトラっすよね。クマ、トラ。カメ、ヘビおらんやん。ほんなサイキヘビで行こう。オロチテレミ置いたら、あヘビおるわ。ギースおったわ。ちょっと待ってね、これでじゃあクマサイキいけるね。やけどナコルルはあんま出したないな。カメはビリーでいいとして、まあいいか、これでいきます。おイオリ頭にしてる、これは使おう。使って怒りダウンはルガールですね。ルガール、あルガール倒してまいそうやな、これ倒さない。うお、危ない。倒さないように調整。これは、結構やばいんで、こっちね。お、ビリ溜まった。全滅取ったんじゃないの？全滅取った可能性あるよ、これ。さあ、使っていく。ビリも使う。タクマぐらいだったら倒せそうやけどな。このルガールはやけどでやられますから、もう全部っぱこっちに。タクマ倒せば全滅取れる。どう？おい、サイキ強すぎる。これはひどいな。2ターンで全滅はひどいですね。まあ、サイキがゴリゴリにいっただけ。もう一回いきましょう、じゃあ。今のはちょっとひどい感じもした。相手もまさか全滅取られるとはっていう感じでしたね。まあでもサイキのあのスキルが強いんでね、やっぱり。あんな感じになりますね。ナコルル。クロさんね。オロチアシロ来た。これはロバートやね。いわゆるロバート。おぉ、じいさんとシュンウェイ。先制は取られている。じいさんとシュンウェイか。じいさんかな。ちょっとむずいけどね、僕はじいさんとおるかな。シュンウェイと、エリザベートや。2代目も行ってたね。2代目欲しかったな。こっち空手ね。ここはこのケンスとじいさん置いとこう。ナコレル置くしかないな、これ。ほんでシュンウェイなんで空手でもいいんですけどね、置くキャラ。空手置いてって感じかな。空手前にしようか。これでいきます。空手前にして、ちょっとゲージ溜めてっていう感じ。ゲージは溜まらんか。エリザベートスキルは出てない。あー、ギリギリ溜まれへん。ほな、こういきます。こういって、叩いていこう。うん。残裂剣。エリザベートがスキル出たら、空手のゲージ下げられる可能性あるね。スクリアッパー。じいさん、ゲージ溜まりそう。お、エリザベートスキル出ない。じいさん溜まった。そしたらシュンウェイ、シュンウェイがいるから、こっちやったらいけるか。こっちやね。シュンウェイにスペクター打たれてもじいさんは必殺使えばダメージカットあるから、多分これやったらワンパンできないね。ほんで空手から行こう。サリューコランブから行きます。でじいさん使ってドカーン。ラッキーはこれ生かさなあかんな。ラッキー生かさないと全滅というか一気に攻められるんでね。これでシュンウェイ出されてケンスのどこに打たれてもダメージカットがあるからね、じいさんは倒せない。シュンウェイ出すかな。あそっちか、熱出強か。ほなこれじいさんに打ってくるの、熱出強。うん、そうやったら高齢心入るね。
ネスツ強を打ってきても、高齢子に入りますね。ヘルバウンド。ネスツ強使わん可能性あるな、これ。高齢子入れたくないっていう感じかな。迷ってますけどね。あ、ですね、やっぱり。高齢子入ってしまうから使わない。そしたらこれこのまま行くだけなんで別に。そんな問題はないですけどね。あれ倒すの？倒しに来た。そしたら、こっちもこのままかな。これで行きましょう。こういって、調整していきます。あれ倒してもうた。マジで今の。今倒すつもりなかったのにな。調整したつもりやったのに。スペクター。うわーこれやってもうたな。マジ倒すつもりなかったんですよね。やってもうた。なんであれ、じいさんのスキルそんな減る？シールドあったからいける思ったんですけどね。いやーこれやばいな。じいさんやられるな。高齢子入っても。お、生きるか。おーい、危ない。マジギリギリ。そしたら、オロチヤシロと、もうここは、あれやね、ロバートやね。いや、シャンフェイにしとこう。シャンフェイにしときます。これでいけるやろ、さすがにね。オロチヤシロから。使って、うん。で、シャンフェイね。これ、エリザベート倒すので、いけると思うんすけどね。さあ、ドガーン。ほんで、ここの、ここは倒していこう。倒してと。これでシュンウェイ、ま、打てないでしょ。このターン。リョウ。リョウとメイリー。あ、打てるんや。うわー、マジっすか。打てるんか、今の。ただし、これはあれやな。いやー、じいさんやばい。うおー、ギリギリ来てる。怖えー。これはじいさんやばいな。空手そろそろ前に出さなあかんな。ロバヤン行っとこか。レバン行っときます、そろそろね。こう行っとこ。ほんで、リュウコランブ。もうこっちにぶち込もう。息子に向かってリュウコランブ。息子と相棒からリュウコランブやな、これ。リョウ。それは、ちょっとひどいけどね。このメイリー倒します。メイリーを倒していく。うん。まあ、じいさんが生きてればいけるんでね、ここは。危ない。ヒヤッとしたけど、いけましたね。ほんまに。危なかった。さこれも全部っぱね。いやー危なかった。ヒヤッとしたけど、じいさんがあっこでやられてたら負けてたけど、ギリギリ高齢子のおかげで、生き残ってくれてね、ほんまに助かりました。なんとか勝てました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。